ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。はい、どうも、デケノスでございます。ということで、本日も、チャンサー、こちらのね、攻略法をね、まあ、ご紹介していければいいかなと思って頑張っていたんですけれどもですな。ついに、もうね、数々のブリーダーがやられている、あのステージでですね、私もちゃんとやられました。ということで、まあ、チャンサー開きましょう。ということで、今回、レイヤー3ということで、ドドンと、はい、何回やっても太郎が倒せない。もうね、太郎に負けすぎて、もうトレギアになりかけたね。太郎ナンバーシックス太郎に負けすぎてね。もうトレギアになりかけたよ、本当に。ということで、まぁ、A とね、C は、なんとかクリアできたんですけども、B がね、何回言っても勝てないっていうことで、A からちょっと見ていきますか。レイヤー3。エリア A がこちらとなりまして、このエリア効果がですね、通常攻撃または必殺攻撃属性闇、そうなんですね、闇の、まあ、キャラクターが、まあ、アップするよ。で、力技のキャラクターをダウンするよということで、まあ、闇、まあ、無属性か即属性で闇のね、そういう力を持ってる、キャラクターでいけよということで、今回私は、こちら技属性なんですけども、ダークオリジナル光線が、まあ、闇の属性ということで、こちら持っていきます。そして次はグリムドですね。はい、グリムドとメリアルに関しては、今回のクエストで、うん、すごく適したキャラクターだと思いますので、闇闇だしね、すごくいいと思います。そしてベリアルですね。はい、こちらもね、うまいこと使っていきます。そして、我らがテンプラー星人。今回のクエスト、テンプラー星人、マジで大活躍ですね。すごいね、やっぱ強いんですよ。ウルトラから必殺光線が本当に強くて、もう自分のね、このめちゃくちゃ大好きなキャラクターが、こんなに輝いてくるんだっていうのは、やっぱすごく嬉しいですね。で、今回ね、フレンドもテンプラー星人で行きました。ということでですね、戦っている様子をご視聴いただきます。どうぞ。はい、ということで、レイヤー3、エリア A、こちらを挑んでいきたいと思います。はい、ということで、まずは、配置が A ですね。どんな感じにしようかと悩んでおりますが、はい、テンプラー星人を後ろに置いて、グリムド前に置いて、はい、さあ、行きますかね。こちらのですね、まあ、テンプラー星人は、かなりですね、帰り犯に狙われやすいので、初手はですね、まあ、帰り犯とテンプラー星人、距離を、取っておくことをお勧めするかな、といった感じですね。で、射程がね、帰り犯の射程が長いので、すごいね、テンプラー星人ね、狙ってくるんですよ。やめてって思いましたね。はい、という感じで、はい。まずは、弱点属性闇に変えましたね。はい。グリムドちゃんのね、能力が発揮しております。そして引き寄せて、で、さあどうしようかと。ね。ブエリアドが強い強いさすが我らが兵が1400万与えてしまうということで、めちゃくちゃに強い。さあどうしようかと。ね。テンプラー星人は、とりあえず距離を取っておきます。どうしようかな。悩んでますね。いやー、本当にね、帰り魔がね、簡単に狙ってくるんですよ。なんで？はい、ということで、アークエリアでは、ちょっとね、かなり食らってしまいましたね。クリティカルを食らってしまったので、相当食らってしまいましたが、さあ、ここからですね、どうしましょうといった感じでございます。はい。ね、ダークジム光線で、帰ってきたウルトラマンも体力を減らしたら、はい、兄さんたちが来ましたね、兄さんたちが、心の支えになってるだけで十分ですよ。我らが兄さんたち、ジャンプ来ちゃいました。さあ、どうしようか、悩んでますね。さあ、テンプラー星人にウルトラ強打必殺光線をウルトラセブンに食らわせて、そして、ウルトラセブンをどんどん攻撃していきます。ウルトラセブンは、硬いんですね。ウルトラセブンすごくね、硬いんですよ。なので、結構早めにテンプラー星人とかグリムドで、まあ、ウルトラセブンを攻めていこうかなっていった感じですね。で、初代ウルトラマンに関しては、ダメージはかなり取りやすいんだけど、単純に火力が高いんですね。なので、この辺がね、厄介です。さあ、そこで、帰りマンをまず倒しました。ウルトラマンジャックを倒しました。さあ、こっからでございます。オーブダークが初代ウルトラマンにやられてしまいました。ウルトラセブンの攻撃もテンプラー星人にやられていましたが、大丈夫です。また行ってます。さあ、どうしようか。お結構通るね、ウルトラ兄弟殺光線、初代ウルトラマンに3500のダメージを与えられました。すごく強いです。さすが、テンプラー星人。さあ、ここで、さあ、どうしようかと悩んでおります。
S シューム光線で初代ウルトラマンをまず倒すな。さあ攻撃力ダウン、移動ダウン、いいね。攻撃力ダウンすごく嬉しいね。うん、でグリムドでおぎゃやっておきまして、さあ敵を潰ます。うん、いいねいいね、いい感じよ。さあ最後ですね、ラスターン、ワイズショット、全然攻撃が通らない、嬉しい。さあここからどうなります。さあ何でいくか、ウルトラ巨大必殺感染でフィニッシュができないガードしたくない。やっぱりウルトラセブンのね、ガード強いですね。さあここで息子さんのゼロさんのね、ゼロさんのね、お師匠にあったね、ゼロさんのね、はい、まくらわせまして、グリムドでフィニッシュということで、はい、こんな感じで勝つことができました。はい、という感じで勝つことができました。帰ってきたウルトラマンをですね、まあ半分ぐらいまで減らすと初代ウルトラマン、ウルトラセブンが登場するということで、まあ、この間はね、その帰ってきたウルトラマン降臨ミッションのエキスパートと同じような構成なんですよね。はい、なんでね、まあどうやって倒すとかいろいろね、まあ悩んだわけなんですけども、まあ結構ね適したキャラクターがいたので、こちらも15分30分ぐらいかな、うん、でなんとかねクリアするものができました。はい、続きましてがレイヤーさん、エリア C ということで、こちらがウルトラセブンのエキスパートと同じような構成となっておりまして、ウルトラセブンとミクラス、ウィンダム、アギラということで、カプセル怪獣とウルトラセブンのキャラクターがこう攻めてくるという感じですね。攻撃タイプ遠距離キャラクターがいろいろアップで、力速無のキャラクターがウルトラダウンということで、で今回は、はい、こんな感じでいきました。まずはブラックキング、そしてユウキダザルス、まあ、全部で、ね、技パーティーですね、技パーということで、このブラックキングにはですね、攻撃力中アップ技とか積んでいるので、他のキャラクターの攻撃力もこう能力を底上げしてくれるっていうのがすごくいいかなと思いますね。で次がユウキダザルス、これも言わずもがなですが強いですね。反撃強度も持ってるし、単純に攻撃火力が、ね、強いんでね、すごく使えますね。で次がギャラクトドン、ギャラクトドンスパークももちろん強いですし、攻撃力もねなかなかあると思うので、すごくねこれが重宝します。そしてナックル星人ですね。このナックル星人はその攻撃力とかはさほど強くはないんですけれども、 HP 中アップ技だとかで、防御力筋中アップだとか、そのいろいろなねアップをしてくれる、しかもはい、能力で、行動完了時に味方と隣接していた時、フェーズ終了時まで隣接マスにいる味方の攻撃力が中アップ、防御力が大アップということで、物々がね、アップしてくれるんですよ。その仲間のサポート的な立ち位置で暗殺宇宙人、ナクル星人を入れておきました。サポート怪獣がユキラザウルスということで、もう本当にユキラザウルスがめちゃくちゃ強いですね。はい、という感じで戦っている様子がこちらとなります。どうぞ。はい、ということで、レイヤーさん、エリア C、ウルトラセブン、ミクラス、ウィンダム、アギラーということで、カプセル怪獣とウルトラセブンということで、はい、こちらはですね、技パーティーで攻めていきます。まず、アギラーに関して、アギラー、ミクラスに関しては、単純に火力が強くて厄介なんですね。で、ウィンダムは、火力はそこまでではないんですけれども、体力回復などをしてきます。なので、まずは、ミクラスと、アギラ、こちらを倒していくのがいいんじゃないでしょうか。うん。単純に、ミクラスとアギラの火力でやられてしまうのが、やばいですね。うん。ただ、ね、ミクラスとアギラは簡単にね、やられてしまうので、この辺が良かったですね。はい、ファイルショットで、ブラッキングやられてしまいました。ここで、レーザーショットで、ね、ユキラスパースもやってしまいました。畳みかけられてしまいました。さあ、他はどうするか。はい、ギャラクトのスパークでウィンダムを攻撃進もう、ウルトラセブンに当てられたっていうのがすごく嬉しいですね。さあ、ここからどうしていくか。はい、ユキラザルス、ザルススティンガーで、ウルトラセブンにも当たりましたね。ガードされましたけれども当たりましたね。さあ、ここからどうしていくか。かなりウィンダムの体力は削れたのが嬉しいが、ここでウルトラセブンがナックル星人を倒してしまいました。さあ、レーザーショット。耐えました。耐えました、耐えました。さあ、ここからどうするか。さあ、ウルトラマンディガの、ウルトラスマスの、ゼペリオン構成を、振らわせて。よし、OK ですね。いい感じですね。さあ、どうやって倒そうか、悩んでおります。ウィンドムから倒そうか、ウルトラセブンから倒そうか。さあ、ここで、ギャラクトのスパークを、ウィンドムに下わせて、フィニッシュ。これは、ウルトラセブン一人でございます。さあ、ウルトラセブンをどうやって倒していくか、悩みどころですが、ここでワイドショットが、決まった。ギャラクトロンがやられてしまいました。
さあ、ここで、ユーキラザウルス、ザウルススティンガーで1600。さあ、どうするか。ユーキラザウルスとウルトラセブンのタイマンということで、ここでユーキラザウルスの反撃が決まって、最後にユーキラザウルスの通常攻撃で、フィニッシュという感じですね。ウルトラセブン、勝つことができました。はい。はい、という感じで勝つことができました。すごくね、やっぱ、カプセル怪獣をどういう順番で倒していくかとか、で、ウルトラセブンをどうやって倒していくかっていうのが難しかったんですけれども、まあ、こちらも30分程度で、まあ、頑張ってクリアすることができましたね。はい。で、最後はこの3の B。で、通常攻撃または必殺属性が火のキャラクターがウルトラアップということで、技速無のキャラクターがウルトラダウンなんですよ。つまり、力属性の火属性でいけようってことなんですけれども、この力属性の火属性、でまあ、力属性の火属性はぶっちゃけいるっちゃいる、いるっちゃいるんだけど、このウルトラマンタロウですね、めちゃくちゃに硬いですよ。ということで、その防御ダウン的な、ね、そういう効果をしていかないと攻撃が通らなかったりするんですね。ということで、防御力とかをダウンしてくれるような怪獣がいないっていうところが、今回のミソなんですね。勝てないミソなんですよ。まあね、もうね、こんなパーティーでしかね、いけないんですよ。ジェノゲモンみたいで、デマーガとドラゴリーを復活を頑張って、もらう。で、無理の精神で、防御力ダウンしてもらう。攻撃ソースがドラゴリーとデフマーゲしかもうほとんどいないんですね。勝てるかっていう話なんですよね。ちょっと言ってます？試しに勝てないんだよね。で、ツイッターとか見てるとね、この B だけ勝てないって言ってる方もまあいましたし、勝てないんだよね。で、ザットがその上からね、攻撃してくるので、それも考えなくちゃいけないし、しんどいんだよね。はい、出番が。で、あー、やけどになんなかったか。ここでね、やけどになってくれると嬉しいんだけどね。で、ドラゴリーで攻撃しつつ、で、キタロウのね、見てみるかい。ウルトラダイナマイトで、まあ、ノックバックとかやけどにしてくるし、SP も超アップしてくるし、体力も回復するし、強い、硬い、やだ。という感じですね。はい。で、ストリウム光線、これも強いですね。で、このね、ウルトラマンタロウさんね、この辺に一切書いてないんだけど、必殺技打つと、急に防御大アップみたいな、ね、防御アップしてくるんで、必殺技打つときも考えなくちゃいけないんですね。で、まあ、ザットの攻撃がうまいことかわせるようになんかできてる、この辺に。こっちの方がいいな。うん。ザットの攻撃がかわせるように適当に置いといて、メヒロ星人はまあ役に立たない、役に立たないというか攻撃では役に立たないので、この辺置いときまして、ノックバックされて、で、ストリウム光線やめてほしいね。復活せい！しない！もうこれで復活しなかったらダメですよ。これで復活しなかったらダメなんですよ。で、もう体力回復するでしょ？うん。こういうことなんですよね。で、やっとどうなんだろう。もうあとも攻撃する人いないですよ。あとも攻撃する人いないですよ。ダメなんですよ。ダメなんですよ。ね。ああ、もう死んだった。でも死んだった。ああ、崩した。ああ、ざっとでやっちゃった。ああ、崩した。こういうことなんですよね。うまいこと言ったら、このね、ウルトラマンタロウの体力を3500ぐらいまで減らしたんだけど、まあ、ダメだったよね。リバックしますけどね。いやー、無理なんですよ。無理なんですよ。もう僕の持ってる怪獣じゃね、このエリア B に合う怪獣はいないんですよね。まあ僕のね、限界はここまでだったのかな。僕の限界は、レイヤーさんだったのかな。感じですね。レイヤー4行きたかったなー。このね、探査ミッション、このサブミッション的な探査ミッションは、正直ね、僕には無理だなと思って、こっちは諦めてるんだけど、せめてこのね、レイヤー4までは行きたかったなーっていうね、ことはちょっと思いますが、一瞬こっちが頭よぎったよね。あ、欲しいな。もうよぎっちゃったよね。もう、ちょっと最近ね、グリブロ買ったばっかなんでね、正直ちょっとこれ以上課金したらね、おもちゃ買えなくなっちゃうんで、さすがにね、ちょっと諦めますけれども、ちょっとこの辺やっぱ良いんだよね。でも悔しいもん。悔しい。単純に悔しいもん。
うん、だからうち勝ちたいなっていう感じは思うんですけども。はい、ということで今回はこちらのタンサー、レイヤーさんのご紹介をいたしました。僕の限界ここまでだったということで、ね、まあ非常に悔しいんですけれども、まあまた、なんかね、勝てそうな感じがしたら、ツイッターとかでつぶやきたいと思います。ということで以上、レイヤーさんのレイヤーさんでございました。それでは、バイバイ。